プロレスに増刊号後半になりまして、尾崎麦子さんと第2部も一緒にやっていきたいと思います。あれちょっと待ってね、さっき2人しかいなかったのにいきなり3人目の方が登場ということで、イーストブルー編集者の黒田さんが来ていただきました。ずっといましたけど、はい、実はねさっきからね横にいていただいたんですけど、もうね私ね黒田ファンになりましたよ。あ、ありがとうございます。もうね黒田さん編集者としてねすごい腕を持っている。いやいやいや、ありがとうございます。まあ、みんな大抵書けると思うんですけど、編集者だったらセンスがね、センスがものすごいあります。あのものすごいね、あの尾崎さんとスイングする感覚、また尾崎さんに仕掛けていく根性ね、黒田さんは私は世界一のできる編集者だと思ってる、はい、世界一ですか、はい、めっちゃ褒めてるじゃないですか。でもこんなに著者に寄り添ってくれる、うん、あの編集さんはいないので、あ、やっぱりそう感じました。あ、ものすごい、そうです。なるほど、こんなことをしてくれる人はいないです。こんな、ちなみにあの最強レスラー呪術なぎよりも良かった、はい、もうあれは呪術なぎの編集さんも良かったけども、優秀な方なんですけど、優秀な方でも世界一は黒田さん。世界一、優秀だし情熱がすごいですよね、やっぱり。あ、やっぱ編集さんっていうのはやっぱ気持ちの問題だなってすごい思います、うん、やっぱ感じますか。感じます。女のことはリングにあるというね、4月14日に発売なんですけれども、この本のやっぱりスタートになった切り出しというところは、やっぱ黒田さんがね、その往復書簡というですね、はい、ものを仕掛けてきたことがきっかけとなったというふうなことなんですけど、黒田さんに伺いたいんですけど、はい、往復書簡ってどうやって思いついたんですか。なんか普通に最初書いてくださいと、その最強レスラーのように、はい、また書いてくださいってお願いしたんですが、うん、まあ書きたくない、もう書きたくないって言ってくれることは知っている、はい、言葉を出しているから、うん、じゃあその時にどうしたら書いてくれるんだろう、リングに上がってくれって言っても上がってくれない場合に、うん、私リングに立ったら来るだろうと思ってリングに立つというで来いよみたいな感じのもうシチュエーションを作っちゃう、そしたらもう来ざるを得ないと思って、すごい、それもすごいやるしかないみたいな感じでやったという。動線への引っ張り出し方がやっぱプロレス流だったからこそ、尾崎さんも思わず乗っちゃったということですね。乗っちゃった、そういうことですよね。最初正直もういやもう勘弁してくれと思って、うん、いやありがたいけどもう、うん、もう文章を書きたくないんでみたいな感じだったのが、やっぱプロレスって言われると思う、はい、もうそこにもう来ちゃったって感じだったんですよね。まあまあ、もうやるしかないかなと思って。いやでも黒田さん自身もやっぱプロレスに対する好きだったっていう感じなんですか。そうですね、もうそんなに長いファンでは全然ないんですけど、うん、なんか日々戦うその姿勢だったりとか、うん、なんか熱い今情熱があるとか教えてくださったんですけど、うん、どちらかというと諦めが悪いっていう、まあ、私諦めが悪いですけど、なるほど、はい、そういうのはやっぱりプロレスからなんかもらってるものというか、うん、なんか戦い続けるみたいなものはやっぱりありますね、うん、この2人のねまた往復書簡が面白いんです。本当にね、僕もね第1部でも言いましたけども、本当ドラマになってほしい。これまさにドラマになるようなあのストーリーというかですね、あの本の構成も含めてなんですけど、よくもまああんな文章力を2人持ってるなと思うぐらい、あのね本当怪物級ですよ。あの本当にすごい、すごい褒められてる。いやあのね僕ねあんまりねでもそこまで褒めないですよ、割と褒める方なんですけど、もともとはだけど、ここまで褒めるのはね本当にここ数年なかったと思います。ありがとうございます。それぐらい、ね、引き込まれる要素っていうのがすごいあって、うん、で黒田さん編集者の人がなんであんな文章力、なおかつ自分自身のことを全てさらけ出してその文章をね出しちゃうところが、黒田さんなんてすごい人なんだっていうふうに。そうですか、ありがとうございます。やった甲斐がありました。やった甲斐があった。ね、いくつかのエピソードの中で本当にびっくりするようなエピソードの持ち主なんですけど、あの当時の恋人にですね、結婚するかどうかっていうのを相撲で決めようというね、はいはい、伝説のエピソードというのがあるんですけども、その相撲で掘り投げられてしまったと。そうですね、もう投げられて、まあ負けましたね。あの土がついちゃいました。はい、土がついちゃって、そしてねその彼氏、やったこれで結婚しなくていいぞみたいなですね、はいはい、そんな言葉を浴びせかけられて呆然としちゃったという。呆然としましたね。普通そんなことを赤裸々に出しますか皆さん。しかも相撲ですよ。相撲でそういうの決まったっていうのは初めて聞きましたよ。
そうですよね、はい、私も初めて、初めて、他の人も多分ないとは思う。そういうものを包み隠さず尾崎さんに対してこう出していったっていうストロングハートの持ち主ですよね、はいはい、ありがとうございます、はい、それ尾崎さんもそれを受けてちょっとびっくりされたんじゃないです、普通に面白い面白いこれ面白いな、この企画面白いなみたいな、正直言ってめちゃくちゃ面白いですね、はい、この副書館、はい、やっぱなんかあの一応ライターなので、うんうん、面白くなるんだったら乗りたいんですよ、あ、なるほどなるほど、はいはい、それまでってなんかどうなるかもわからないし、うん、ただ二人で、うん、プロレスの感想を言い合って、まあ、どうなるんだろうみたいな、うん、ちょっと不安も最初あったでしょ、全然不安で、はい、で文章を書きたいっていう気持ちもないし、うん、いやだなとやりたくないなと思ってたんですけど、うん、相撲のエピソードあたりからあこれ面白いってなってで自分も乗っていくっていう感じになりました、うん、だからそれを出してあの相撲のエピソード出してもらってすごいよかった、ありがたかった。そんなねお二人はねそのオフ書館をやり取りしてる最中あお酒をねあの黒田さん結構お好きだということで、お酒にまつわるエピソードでですね2人がちょっといさかいを起こすというようなそういう問題もそういうものも赤裸々に出してるっていうのがね、はい、もうなんか本当ある意味素敵だなっていう、そんな編集者とあの作家いないだろうっていうでもやっぱりそれぐらいあの心をまあ出し合ってたがゆえにようやくここにたどり着けたという。ちなみに工藤さんあのそういう尾崎さんをあの、はい、支えながら、はい、あの編集者として見守ってきてこの4月14日を迎えるんですけど、はい、今のお気持ちいかがですか。本当ここまでよくなんか支えるっていうか一緒に走ってきた感じなんですよね、うん、よく一緒に走ってくれたなと思って、まあ、まだ終わってないんですけど、うん、まあね、まだもうちょっとありますからね、はい、でももう本当に一緒に走ってくださってありがとうございますって気持ちがすごいありますね。やり遂げた感ですかね。そうですね、はい、でもなんかすごい大変なことを やってまだ燃え尽きるとかいう状況よりは、うん、なんかこれぐらいちゃんと走っていけるんだな私たちってなんか思えた感じがありませんか、うん、あります、あります、はい、うん、まだ続くし人生は、うん、そういう感じで、うん、なんかちょっとなんか安定した気持ちというか、うん、まだ来れてる、うん、なんかすごい抽象的な、いやでもね、これ多分この時と違うんですよね、尾崎さん自身も全然この時と違うんです、うん、それがそう、それを言いたい、あ、やっぱり僕多分そうだろうなと思ってたんですよあのこの時って本当にもうあの観光前からもうそわそわというか、 なんかもう不安というか、あ、私もう書けないみたいになっちゃってて、うん、あ、もうライター辞めるしかないんだってなってたんですけど、うん、でも今はもう次のロンドン企画をバンバン今出してるところで、じゃあもう本当に一番いい感じですね。はい、あのもうやめる、今やめるなんて、ライターやめるなんてことはもうまずありえないぐらいの過去一調子がいい、うんうん、そういう風になるのもやっぱりそういう編集者さんとの相性が良かったっていうところもやっぱ大きいんでしょうね。大きいですね。ちょっとその中身についても触れたいなというふうに思うんですが、はい、話を聞いてみて意外な部分があった選手はというところで、はい、尾崎さんにちょっとこの選手実はこうだったみたいなのがあれば教えてほしいんですけど、いかがでしょうか。まあ、皆さん意外な部分ってあるんですけど、ちょっとびっくりというか、はい、あれだったのは中野タム選手。中野タム選手、はい、中野タム選手にインタビューする前に、うん、あのインスタグラムを見たん、はい、うん、中野タムのインスタグラムがとにかくすごいと、もうそれ見てはっちょっと分かり合えないタイプだと思ってしまったんですけども、うん、はい、あのほんわかした感じ、うん、ちょっと不思議ちゃんみたいな雰囲気はそのままなんですけど、うん、いやものすごく頭が良くて、うん、言葉が力強いし、うん、プロレスに対して真摯だし、うん、感受性が強くて泣き出しちゃったりとか、うん、インタビュー中に、うん、っていうのがあって、でも涙を見た時の私はもう好きって。僕はねリモートでしかインタビューしたことないんですよ。でもね、そうなんですよ、生ではね実はインタビューしたことがなくて、いろんな面を持ってらっしゃるから、うん、でもやっぱりその女性だからかも分かんないですけど、やっぱりそういう共感性の高さで、あのタム選手もやっぱり涙を流される部分なんかも、うん、やっぱり僕なんかからしたらあるんじゃないかなと思って、うん、やっぱり尾崎さんのその引き出し力というかね、ついついこう話し出しちゃったみたいなところはやっぱりタモ選手なんかがあるんじゃないかなと思うんですよね。だ多分プロレス専門誌とかプロレスメディアだとなかなかあの出てこないような情報というかね、あの本人の発言というのがやっぱりこういう尾崎さんだからこそ引き出せてる部分というのがやっぱ大きいなと思うので、そういう部分もね、なんか一つその本の中身のその魅力になってるんじゃないかなと僕思うんですよね。ありがとうございます。
尾崎さん自身も確かな手応えを感じたと。そうですね、あのこれいけそうだなっていうのがだんだんだんこの連載いけるかもっても、うん、私ライターとしてやっていけるかもって思ったのが中野タム選手のインタビューの時で、うん、なるほど、はい、そうですね、それまで取材恐怖症にすごい悩まされていて、あの男子レスラーとのね、あの特にこのね、この時とか、あの時はね、はい、あったって言ってましたよね。もう本当取材怖いし恐怖症だったのが、うん、克服できたのがタム選手、うん、そこで。でもある意味本当にこう自分の手応え自信になったんですね。自信になりました。そこからはもう緊張もなく女子レスラーと、まあ、分け合いと喋れて、うん、はい、やっぱ男子レスラーと女子レスラーの違いみたいなのってご自身の中であったりしますか？あー、自分の中ではもう全然違う生き物というか、うんうん、とにかく男性が苦手なんですよ私ね。あの、はい、往復書館の中でもね、の中でもあのその中でもいろいろ出てきますもんね。ちょっと男性に対して嫌悪感だったり、うん、ちょっと苦手意識があるので、うんうん、あもう自分が結構心をあまり開けなかったんですけど、うんうんうん、今女子レスラーの方、うん、インタビューしていて、あ全然もうオープンマインドで臨んでいるので、うん、多分そこもちょっとね向こうも違うんじゃないかなと、受け取る方も違う風に受け取ってくれてるんじゃないかな。女子の方は結構、うん、そうですね、もう連載ずっと読んでます、うん、全部読みましたとかって最初に言ってくれる人も結構多くて、うん、すごい嬉しかったです。あの白川さんのパートなんかでも、はい、あのお二人のね、あの書館往復書館の役で2時間半、2時間半見て、それで引き込まれましたっていうね、うん、僕あの白川さん言うこと本当に分かるんですよ、うん、僕も同じだったんで、引き込まれた方なんで、あのね世界観というのはこれドラマに向きますね何回言うねんっていうもう何回言うとんねんっていう話なんですけど、はい、本当にそれぐらいあの白川さんがおっしゃってたようなことを私も同じくやっぱ思って、やっぱ二人ので生々しいやり取りあのもうコンプレックスも含めて情念が、あその往復書簡の中に現れてるっていうのがなんかね共感すごいあのされること多いと思います。あれは他にはあの選手はいかがですか？あ、岩谷真優選手。真優選手、はい、がすごく明るくて、はい、あの元気、うん、天真爛漫なイメージ、はい、そうですね、だけども、うん、実は闇があるんじゃないかみたいな、うん、あのライターならでは その癒やしい考え、はい、なんかお二人でね、はい、あの闇をなんか引き出せたらいいねみたいな話もあったんですよね。山口さんどうですか、闇を引き出したいみたいなのってないですか？ちょっとあります。ありますよね。本当はそういう仮面の裏に、うん、実はこういう心象心理がなんかあるんじゃないかとか、うん、そういうのはやっぱり知りたいですよね。知りたいですよね、はい、なんかそういうことで臨んだんですけども、うん、あの何も闇とかインタビュー中は少なくとも全く見えてこなかった、はい、あの分かります。本当に明るい。やっぱりやっていくうちにそういう自信につながったんでしょうね。あもうすごい、そうね、そういうあのサボるっていう言葉はもうなくなったっていうね。サボる、行かないからサボりじゃないんですっていう、サボりじゃないそういう言葉なんかも踏まえて、私もね直接岩谷さんとはあのインタビューさせてもらったんですけど、反響すごくあって、あやっぱり岩谷真由選手っていうのは本当今の女子プロレス界を代表するような、もちろんスターダムのアイコンでもあるんですけど、女子プロレス界のアイコンっていう言葉もやっぱ合うような、そんな選手だなと思うので、そうです。他岩谷真由選手以外はいかがでしょうか？あとジュリア選手。ジュリア選手、ああもうジュリア選手もね、はい、もう本当にいろんなところで話題を振りまいてくれるので常にテーマを持ってやっぱ試合に挑んでるっていう姿は、あのジュリア選手はやっぱりねすごい選手だなって。いやもう本当とにかく取材前に黒田さんとビビってしまって、はいはいはい、もうおじけづいて、おじけづいてもういやもう絶対怒鳴られるわみたいな、あイメージ的になんとなくめっちゃいいよみたいな感じで言われると思って、はいはいはい、あのビビってたんですけど、はい、いやものすごい気さくで、うん、粋な方だなってすごい思ったんですよね、うん、あのこっちが最初にだからあの女子プロレスもっとね、うん、広めたいんですみたいな話をしたら、うんうん、いやなんか一緒にやりましょうみたいな感じで答え、気持ち、それこっちの気持ちに答えてくれる、うん、じゃあ印象最初ガラッと変わったっていう感じ。全然違いました。そうなると話も弾みやすくなりますよね。話弾みました。やっぱジュリア選手ってちょっとパッとこうドナーデルモンドのやっぱりイメージがどうしてもあるので、うん、なんか強い女の人っていうイメージがやっぱありますもんね。うん、強いですけどね、めちゃくちゃその話の内容も。あ、
話の内容もうエピソードも全部強い強く生きてこられたっていう感じの話なんですけど、私たちに対してあの優しい物腰が柔らかい、柔らかい、はい、あのハートがなんか強いですよね。ハートが強いですね。僕ねそれはね彼女の一番の強みはやっぱハートなんじゃないかなと思うんですよね。身体的なあの鍛えてるっていうのも相当自分を追い込んだり自分が輝くためにあのうまくやってるなっていう、そしてあの周りの選手なんかも巻き込んでやってるっていう姿は本当プロレス頭がいいんだなっていう、そうですね、それはすごい思いました。会ってみるとやっぱり意外だなと思うことありますよね、選手っていうのは。意外だ、そうですね。コアモテの選手でも実は会ってみたらなんかすごい気さくな方だったり、そう、でもしくはなんかあの優しそうな人だなと思ってるのにぶっ飛ばされる人だったり、本当いるんですよ。変なパターンですよね。そう、今の後者のパターンは誰とは絶対言えないんですけど、絶対言わないですけど、めちゃくちゃいてますよ本当にそういう方。うん、でも僕が会った方は大体いい方です。大体いい方です僕があった方は、はい、一応そのフォローをねしとかないといけないかなと思うんですけど、この本の中で本当にあの尾崎さんだからこそ引き出している部分っていうのがすごくあると思いますので、あの私自身も感じましたし、多分皆さんもねあの知らない選手の女性的な部分だったり、その女性が女性をインタビューするからこそ出てくるワードだったり、そういったことがあの今度の本の中にはねあのあると思いますので、ぜひそのあたりを注目していただければと思います。この書籍を通じて、伝えたいこととか感じてほしいことっていうのを、じゃあまずあの編集者の黒田さんから、はい、私からお願いいたします。はい、女子プロレスのファン増やしたいんです。うん、あのなんか本当に私たちのその副書館とかももちろんその同じ女性として楽しんでいただけると思うんですけど、やっぱり一番は女性が女子プロレスを見たらいかに面白いか、あ、まあ、男性ももちろんなんですけど、うん、なんかもっとこう盛り上げたいっていうのがあるんで、それが一番ですね。なんかはい、それ、うん、そういう気持ちです。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ尾崎さんお願いいたします。そうですね、テーマとしてその弱い私たちが強くなっていく過程を見せたいとか、うん、あと強さとは何ですかって選手に聞いたりとか、うんうん、強さのことを考えるっていう本ではあるし、うん、女の生きづらさっていうちょっとフェミニズム的な話とかも入ってくるんですけれども、うんうん、途中で何を一体一番書きたいんだっていう風に迷ったことが、うん、迷った時期があって、うん、はい、で書けないってまたなっちゃって、はい、なったんですね。でその時に黒田さんと一緒に話してて、うん、あ、やっぱり私女子プロレスがめちゃくちゃ面白いっていうことをとにかく伝えたいですっていう話をしたんですよ。だからやっぱり伝えたいことは女子プロレスはめちゃくちゃ面白いっていうことです。うん、ありがとうございます。はい、イーストプレス社からですね、4月14日発売になりますので、皆さんぜひ楽しみにお待ちください。じゃあ、最後にじゃあ締め言葉いきましょうか。はい、女の答えはリングにある。